パフューム今もどんどん来てますよ。あら、何が来てるんですか。もうね、あのほら前回番組来た時覚えてる。はいはい、あいこさんです。そうね、ですごい可愛い可愛いって言ってたでしょ、はあ、また次なるアーティストが。あれ誰誰誰、パフュームのことをいいいい言ってるんですわ。え、それ本当ですか。ただ今回のそのアーティストっていうのは別にこの番組でってわけじゃなくて、うん、とあるラジオで、はい、パフュームの曲をその場でかけるわ、紹介するわ、ね、すごい今もう人気のもう第一線にいるアーティストですよ。第一線、女性アーティスト。女性、はい、天童よしみすごいな。今逆に嬉しいけどね、すごく認められた感があるね。だって一線におるんだろ。ゆず、ゆずは女性、女性、女性。わかりました、申し上げましょう。木村カエラさん。これですか。どれ、これですよね、これ。自分のこのラジオの多分番組だと思うんですけど、その中で皆さんにね、走ってるかなどうかな、でも今すごい私の中でこう壺に入ってるアーティストがいるんですけど、その後に出てきた名前がパフューム。うわうわ、安心してください、ちゃんとその後に紹介したわけですよ、曲を。チョコレートディスコ。すごいすごい、本当に本当ですよ。もうね、ぜひともパフュームを皆さんねチェックしてほしいっていう切に訴えかけてるメッセージだったんです。ありえない。木村カエラさんですか。木村カエラさん、考えられない。あのそうなんですよ、だからやっぱそれだけ反響がどんどん来てますから、自信持っていいよ、あーちゃん。はいそれでも今自信持てない続いては今人気急上昇中の女の子3人組パフュームです。ラジオ番組で木村カエラさんが大絶賛してくれたんだよね。はい、もうチケットなんかも、ね、即完売なんですよ。はい、ありがたいことに。あれ、それ本気メガネですか。今ここメガネにね、本気もね、嘘もない。ちっちゃいとこ見えるんですか。見えてるでしょ、全然。もうちょっと大きいのにした方がいいんじゃないですか。俺の手してでもメガネ超好きなんですよ、あーちゃん。あーちゃん、ほんと。もうメガネ男子大好きで。ちょっと待ってよ急に追い風吹かすんじゃないよどうしてそうなんですよ、それで CM をちょっとやってまして。今のいえ公共広告機関。急に戻った。あーちゃん、俺がメガネ男子っていう餌にバクって食いついたら見えなかった。なんかあんま食いつかれてちょっと答えられないなと思っていい、あーちゃんの、もう今日はあーちゃん MC で行こう。まあ、あーちゃんの好きなタイミングでおしゃべりしていこう。あ、なんか何言うのか忘れました。だって、なんか突っ込まれたから。そういう仕事